皆さんこんにちは、Bレジェンド津村です。なんと Bレジェンドが毎年出品しているモンドセレクションですね、こちらのね最高金賞を8年連続でいただくことができました。でこちらのね最高金賞を受賞しているフレーバーなんですけれども、ナチュラル風味でスッキリンゴ風味、南国パイン風味、激うまチョコ風味、そんなバナナ風味ですね、まあ、こちらのね5フレーバーがね最高金賞を受賞しております。その中でねナチュラルっていう風味がね最高金賞を8年連続でいただくことができました。本当にありがとうございます。で中にはね、モンドセレクションとは何だと思っている方がおられるかと思います。モンドセレクションとは世界各地の企業や国が応募した食品や飲料など消費者商品に対して評価をつけて優秀な賞を授与する団体になります。食品に関して専門家で構成された委員会が行い、味などの感覚的評価だけではなくてラベルに記載されている内容であったり商品内容が一致しているかなど観点から、ね、点数がつけられております、まあ、その、ね、専門家の方たちがつけた点数の平均点が 60% 以上の場合、まあ、賞が受賞される仕組みになっているんですけれども、今回 B レジェンドが受賞できた最高金賞っていうのは 90% 以上の得点を獲得した場合だけいただける特別な賞になります。そんなねモンドセレクション最高金賞を B レジェンドがね8年連続で受賞できているわけなんですけれども、もう大きくはもう3つあるのかなと思っております。でも一つはやっぱりね B レジェンドの強みである美味しさの部分だと思います。原料の部分から本当にこだわって作ってて、まあ、3カ国のねホエー原料を調達して、まあ、その中でね味をね美味しく出せる比率っていうのを考えて、この原料をブレンドしてねそれぞれのフレーバーで作ってるんで、まあ、その辺がねこの美味しさっていうところがね評価されたのかなと思っております。品質の部分も本当にね B レジェンドはこだわって作っておりまして、お兄さんのパッケージ、あのねパッケージにも本当にねこだわって作っております。アルミとねポリエステルとかをね重ねた特殊構造をねパッケージにしておりまして、高い遮光性であったり密封性をね実現しているのがあのパッケージになります。本当にねあの他のね会社さんのパッケージのねアルミ袋とね比べてみてください。分厚くてね本当にしっかりしてるっていうのがね分かっていただけると思います。このようにねこだわったパッケージになっておりますんで、高い遮光性であったり密封性が実現できてるんで、最後まで味やね品質を落とさずにプロテインを楽しんでいただけるかと思います。それだけではなくてチャックの部分も二重構造になってて、しっかり締まりやすいチャックになっております。まあ、その辺がトータルで評価されて最高金賞につながっているのかなと思います。3点目は品質ね管理の部分かなと思います。工場で、ね、できたパウダーを実際私たちにいただいて、プロテインのね溶けの部分であったり味に違いはないかっていうのをロットごとに試飲を重ねて、こちらがね納得できる商品であった場合だけ商品化するっていうような流れで、品質管理にも徹底しております。この辺のね品質管理もこの最高金賞につながっている部分なのかなと思います。このようにね美味しさの部分であったり品質の部分、品質管理ですね、この3点がねあったから8年連続のね最高金賞をいただけたのではないかと思っております。そこで8年連続ねモンドセレクション最高金賞受賞を記念しまして、ポイント最大10倍還元を行いたいと思います。よっ。6月15日水曜日のお昼12時から7月1日金曜日ですね朝の9時まで開催したいと思います。通常のね購入ではポイントは5倍になります。ただ B レジェンドアプリから購入していただくと、こちらの5倍からさらにね2倍になって、ポイントがなんと10倍つく形になります。ですんで B レジェンドアプリダウンロードしていただいてショッピングで進めていただくことで、最大のポイント付与率10倍でね買い物がねできますんで、アプリから購入することをおすすめしております。まあ、ポイントがね10倍っていうことは単純に考えると 10% 値引きになると同じ考えですね。でこちらのね動画のね概要欄の方に B レジェンドアプリねダウンロードする URL 貼り付けておきますんで、まだねダウンロードされてない方はぜひ B レジェンドアプリダウンロードしておいてください。
キャンペーンが始まればログインしていただいてショッピングしていただくだけでもう自動でねポイントが10倍付与されます。ちなみにビーレジェンドアプリからご購入いただくと常に2倍ポイントつきますんでかなりお得になりますんでね、ぜひねこの機会にアプリダウンロードしていただいて一番ねお得なお買い物の仕方でね購入していただければ嬉しいです。それではまたね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。